ってたらなんか すごいっていうか、おうってなるの。バタバタないで。ワラシアネーマーラシーヌです。はい、おこんにちは、クルミアリ人形です。はいシャロンです。ですね、まあいろいろと女子会やっていくんですけど、街頭で仲良くなったシャノンちゃん来てくれました。そしてやっぱ一人じゃ寂しいということで、私の友達ユミさんもいました。お願いします。お願いします。ありがとうございます。今日の企画は飲み会サミット。イエーイ。ということで、はい、飲み会の中で例えばどういう職業のモテますか、はい、そういう話をねみんなに聞いていただいて、はい、みんなで揃えようの回です今回は。あ、なるほど。私たちフリップ各自持ってるので、それに書いて、はい、パッて揃えれたら帰れます。揃えるまで帰れません。悪いです。帰らせてください。帰れないので、はい、揃いたいと思うんですけど、一応私たちに肩書きがありまして、はい、私一応司会選手という肩書きです。司会選手ありがとうございます。シャノンが TikToker という肩書きです。私は女子大学生でお願いします。くるみさんはグラビアでお願いします。すみません、アンチコメント出てくださいって言ってください。ごめんなさい、ごめんなさい。ということで、まあ、第1回1問目から早速始めていきたいと思います。はい、はい。じゃあまず一つ目、さっきも例で出したんですけど、はい、飲み会でいたらモテる職業。なるほど。あ、そっか、飲み会で職業、うん、聞こえたらさ、まあ、自分のことにあお好きそうで、うん、何分からへんもうそういうのちゃうんちゃう。せーので、はい、何だっけ、システムエンジニア。でもお父さん医者やったら確かに、うん、それはなる。なんかかっこいい。え、それ突き抜けてない感じ。私たちはやっぱりじゃあうちが言うとさ、やっぱりちょっと静かなので、普通の2回来らへんけど、今回来ましたよって絶対システムエンジニアですね。そうやし、一緒に愛してくれます。うん、はい、遊びに少ないです。いやでも、はい、私エンジニアの学校通ってるけど、あ、そうです。そう、プログラミングしてるけど、はい、マジでなんかオタクっぽいメガネしかおらん。え、だからその中でちょっといい人見つけんねん。おら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 。まずシステムエンジニアはかっこいいってしか出会ったことない。待って、うちもとかでシステムエンジニア。え、さつも前の前の前のシステムエンジニア。間宮祥太郎にの。あれ。いいなって思った人が結構聞いたら、まあ、SE 系っていう人が多かったかなっていうのが私のこれ。いいぐらいのいいなり。まあ、ということでね、1問目は揃いませんでした。じゃあ、これは多分勝利揃わないと思うんですけど、揃ったらすごい。かっこいいって飲み会での健康。まあ、だから、そんな、こと細かに書くより、多分、これみたいな感じで書いた方が揃うわけかな。なるほどな。悪いかってそれ。あ、そうか、そうか、そうか。あ、ありがとうございます。もうお前1個あったやん、絶対。え、何？私書こう。じゃあ書いてください。いきましょう。いっせーので、はい、水くれる代わりに飲んでくれる、汗挟まれる、私だけにこそって言ってくれる優しい水くれる。あー、いいなって。シャノン、それが全部キモい。優しい気遣い。どんな気遣いをされたの、それ。だから、大丈夫みたいな感じ。気を止めるから。あー、遅くなりました。そういうの好き。私は
好きって言ったら、え、無理、え、無理なの、なんで無理なの、だって下心みたいな感じじゃない、違う、それがそうかも。たちゃん、可愛い飲んでくれる。え、そうやね。やっぱりなんか飲めやみたいに言われたら、やっぱ軽いんですよ。でも、この子は人に理不尽に飲ませるくせに自分に飲まないんで。でも似たような系統じゃない、水くれるの、うん、そう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 、でも確かになんか飲みの場って考えたんやったら、ああいう答えを出した方が良かったんやろなって思う。飲みならではじゃない、彼もなんかなかなか合わないと思うんですけど、はい、この後賞味ありな男と無理な男の違い、賞味ありっていうのは何があり、まあ2軒の2人で抜け出してますっていう人と、いや2人で抜け出すのはちょっと無理や、せーので、匂い、話が盛り上がるか、ああ、なるほど、ね、ここなんか年上、うん、年下はやる、そう、私遊びまくってそうな、なんて誰にでも言ってそうな、ああ、じゃあ私だったらいい、私はなんか大人な人、余裕がある、か余裕がないから、それはそう、一緒に行くことに必死になってない人、わかるわ、なんかまあ卒業行きたいんやったら行っちゃってもいいけどぐらいのテンションが、余裕が欲しい、はい、はい、うん、匂い、うん、でも匂いがいい人はもう大体なんか良くない、あ、まあね、全体的に、でもな、あるらしい、ほんまに心理学とかあるらしい、なんか自分がいい匂いだなって感じてる人ってあるらしい、で自分がなんかあんまこの人に合わないなって人は本能的に合わないんです、それはもしあれ香水やったとしても、うん、なんかいい匂いだって思う匂いが一緒らしい、へー、はい、豆知識です学んどこ、いやでも極論これじゃない、話が盛り上がるか、確かに2人きりになった時にね、そうそう、盛り上がらへん人といって何が楽しい、ね、何の時間みたいな、そうやね、そうやね、じゃあいきますね、今後2人でも遊びたいなと思った飲み会での特徴、男子の特徴難しいです、これも特徴ですね、はい、わかりました、地味にここかも、せーので、それだけなかった、もう、え、こっち来ると思った、行動余裕ある、あ、そうだと思ったけど、さっき出したから、 ありがとう、それを出してくれてます、何、服装がタイプ、服装がタイプ、あ、でもそれ結構でかい、結構でかくない、めっちゃ嫌いな服装っていうか、あったら、ね、あ、え、そうですか、そばで歩きたくない、え、そうです、え、で、めっちゃ服装タイプってなったら、ちょっと常に歩きたいと思う、あ、なるほどね、これまた顔より、服、え、服、え、じゃあんまり顔なんか、あの、イケメンすぎて、あ、そうか、よく笑う人、うん、いそうやけど、え、でもそんなんよ、笑ってもさ、あんま喋らないと言えてない、自分があんまり喋れるタイプじゃないから、うん、いっぱい喋ってほしいし、いっぱい笑ってほしい、あー、なるほどね、盛り上がるやん、なるほど、確かに、結構盛り上がったら好きなんですね、聞き戦やもん、なんか聞き戦、あ、聞き戦やん慣れたら喋る、なるほどね、最後まで残ってる人気遣いみたいな、そんな、え、まあまあ、気遣い面もあるし、お酒飲める人もいるな、あ、だからその飲み会とかで潰れてるっていうよりは残ってて、ちょっと深い話がちょっと最後に入っちゃうみたいな、まあ、行動の余裕だね、でもそこ結構重要よ、重要、何見えてるか重要、ちょっとそれがここ迷った、あ、そう、うん、そう、なんか気遣いら辺のとこはそこか迷った、ごめんけど合わせ気ゼロって臭いよな、みんな今回飲んじゃんだけ飲みますか、次行きましょう、次はちょっと合わせれるそうな、飲み会でドン引きした男子、ここでみんなと揃えよう、本気で揃えよう、でも結構二択やねんけど、ちょっとさらには伝わってると信じてんねんけど、その二択、お前どっち書いてん、どっちやねん、当たり前やん、いっせーので、はくはく、そうだ、あー、あー、これやるかいよ、これ、はく人嫌じゃん、あ、何見えてないね、うるさい、やっぱり、あ、でも近いな、これだけ、違うの、下ネタは、酔い出したらさ、かなりなんかぶっこんでくるっていうかさ、度合い分かってないって結構、え、何と何で迷ってた、え、
じゃあランドマークに変えてくじゃない。でもちょっと忘れて、でも伏せらはこいつがくちゃないから別に書かへんやろなと思って下ネタにしたの。それで、家だけくちゃないの。それで、家くちゃないの。でもここ揃ってるよな。それで、うちらやっぱ木やねん。マジで嬉しい。オート恐怖症。あ、そうよな。え、オート恐怖症。オートが無理、見れへん。あ、そういうこと。いや、誰でもそうだよ。なんかもらい、もらうみたいな。もらうやん。違う違う、誰でももらう。全然もらう。もらう。もらうやんな。うち犬ももらうねん。え、そうそうそう。はい。これはそうと思ってたけど。シャノン分かるやろ。そっち。うちシャノンだけ。だってうるさいからめっちゃ嫌なんですけど。汚い呼び方が。それもないやな。飲んでないくせに。ごめんなさいね、あの子がね、飲まないからね。これはちょっと結構、二択で揃うかなって思ってる。じゃあ、いきますね。はい。飲み会で女気のいい酒は女気、だからこれ頼んでる人の中、なんか男やなって思ったら女気いいなって思います。え、でも二択やねんな。いきます。いきます。せーので、ハイボール。ハイボール。ビールはなんかお腹、そうそうそう、お腹太るから、なんかビールをいっぱい飲むよりハイボールの人の方がなんかちょっとおとなしいし、その2択だったらこっちかなって思った、うん、でも春とかなんかビールが来そうやったけどな。あ、絶対ハイボールやん。そうなんや。ちょっと大人、大人でお酒強そうな。そうなんや、絶対ビールやん。泡ついてない。泡ついてない。ハイボールだったから。ハイボールはでも女子人気はあるかも。飲んでたらなんか すごいっていうか、おうってなるよな。はい、こんな感じで今日はサミットしてみたんですけれども、はい、最後帰れてよかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。他のゲームとかやりたいね。やりたいね。やりたい。クーミンちゃんとシャノンの TikTok の方、概要欄に貼ってるので、よかったら皆さん飛んでください。